15歳の天才予言者が緊急配信。2024年4月、日本が危険。インドの天才少年アナンドクムが最新予言を発表しました。彼はわずか14歳で大学院の学位を取得して、占星術をもとに今後の世界の未来予知をしている。これまでに2019年11月のパンデミックの予言、さらには変異株から収束の時期まで見事に言い当てた。他にはロシア対ウクライナの戦争、異常気候による火災、予言を的中させた。そんな彼が来年の4月に日本で巨大な地震が発生すると告知があった。